はい今回はジ・ニーズ茶番会見の違和感と裏側、その2ということでお話ししていこうと思います、えー、少し前にですねこの件触れたんですがあ、まあ、ちょっとその時にあのお伝えしきれなかったものについて、えー、考えていきますだからあのその2ということなんですけど、えー、重複する内容が、まあ、ないと思いまして、まあ、あの気になっている内容だと思いますので、えーまあね、リスナー様のお役に立てればと思うんで これ違和感がいくつもあるんですよ、あのその位置でも伝えたとことのように、でこの裏側の全くこれ別の意味があるんじゃないかなと、そういったこともいろいろ調べて、えーまあ、考えて、まあ、思いましたということで。 で、えーまあ、大体です、ねえーまあ、その1でお伝えしたこともありますし、まあ、リスナー様もご存知で、まあ、いらっしゃると思うんで、まああので、まあ、そういった部分は今回あの割愛させていただきましてね、ね、えーまあ、その要点をということで、えー、考えていこうと思います。まず、ですね、えー、いくつもいくつも違和感があるんですが、まあ、順番に考えていきますね。今回、ですね、この記者会見で、この字に図がですね、 あの会社名を変えたっていうことになってるんですが、単純に変わったのは会社名だけで、えー、中身、何も変わってないじゃないかって話なわけですよ。東山が社長になって、えーねえー、井ノ原っていうのが副社長になって、えー、そのまんまじゃないですか、あの9月7日の時と変わらずに、えーまあ、10月2日も、まあ、その東山社長の井ノ原副社長っていうことじゃないですか。 でえーまあ、これっていうのはあこの事務所とかっていうことではなくちょっと違った見方から考えるとですね、東山も井ノ原も、えー、会社経営なんてしたことないでしょうから分かるわけないと思うんですよ。 でそういった人間が2人で会社のね、えー、まあ、代表を、あるいは、ねえーまあまあ、代表、まあの2番目、えー、まあ、社長、副社長ってことになるってことは、うん、単純に何もわからない、えー、と考えるとだから裏で、えー、意図を引く者がいると今までと何も変わらないよねって単純にだから肩書きあの見せ方が見え方、見せ方が変わっただけで、えー、何も変わってないよねっていう時点でまずおかしいと思うんですね。で この北側の件もそうなんですが、この東山っていうのも、北側と同様に疑いがある,あるわけですよ、〇〇のね、でそれに関して全然触れてもいないし、この、ねえーまあ、東山は10月2日の会見でその〇〇は否定してはいるんですが、実際、それを否定できるだけの根拠がないわけですよ、そういった人間が、ね、代表、社長をやるってどうなの、本当、何、意味わからないんじゃないのっていう、そういったことも考えられるんですよ。 で、えー、実はですねこの件の最も大きな、あ大きなっていうかあ、注目すべきはこれかなと思うことで、リスナー様も思っていらっしゃるかもしれないんですが、その北側のまるの件で、ですね、えー、保証ですよね、そういった目にあった方に対する、えー、保証っていうのが必要なんですが、えー、その保証に関して何も触れていないわけですよ、具体的にね。うん あの救済保障はなしないのかなっていうことも思えるわけですよ、で実際ね、えー、言いづらい中で、えーねえー、勇気を出して声を上げた人、そしてそういったものに、えー、あったあ、ねえー、人のか数が多いことが分かっているわけじゃないですか、その方たちに対する保障は何もしないのか、って具体的に何も示さないのはなぜなのかって、おかしすぎるじゃないですかっていうことを思うわけですよ。 で、えー、続いて、ですね、えー、今度は有名、えー、ジャーナリストと言っていいでしょうか、有名ジャーナリストで、えー、佐藤明さんというね、えーまあ、鋭い方があのい,らいらっしゃいます、僕もあのたまにあの見て、勉強させていただいている方ですが、まあ、この方ですね、佐藤明さん、あのまあ、この件に関して、うん、鋭い、えー、ご意見をされていたので、この佐藤明さんのご意見を、えー、ここから考えていきます。まず何に関して佐藤明さんは鋭い、えー、ご意見をされていたのかというと、 この記者会見中の,この井ノの原の発言に対してなんですね。 で井ノ原は何を言ったのかっていうとこういうことを言ったんですよ、一言いいですかっていうことを、まあ、言って、ですね全国にこれがまあ放送されていると、生放送されている、でその井ノの原には子供がいるっていうんですが、この J の、まあ、タレントだったり、まあ、そういったことでまあ、なんだろう揉めてるのを見せたくないってわけがわからないですけど、で井ノ原はどうか落ち着いてお願いしますとかって言ってるんですが、うん、意味わからないじゃないですか。本当のことを隠そう してるのかなとかっていうのを思うんですよでここに佐藤明さんの鋭いツッコミが入るわけですね、えー、揉めてる姿を子供に見せたくない、えー、とかって言うがね井ノ原は何言ってんだとそのね北側の件というのはあ、J J、事務所のそのタレントを、えー、そういうい丸々してきたじゃないかっていう話で こんな前代未聞の〇〇、えー、について騒がない記者がおかしいしそんな混乱しないで、えー、まあ冷,静に冷静に落ち着いてお願いしますってわけわかんないじゃないですかで、この佐藤明さんってね、やっぱり頭がいいし、まあ、言うことはまあ鋭いなとかって思うんですが井ノ原は勘違いして逆立ちしているねって言われているわけですよ。うん 動揺する内容なわけじゃないですか、こういったものが明らかになると、そしてそういう動揺したことを経て、ですね真相が何かということを明かす、そういった場面の本来ははずなんですよ、まあ、そうなってないですけどね、うん、っていうようなことを言っていると、うん、でこの、えー、佐藤明さんのご指摘は本当、素晴らしいと思い,ますし思いますし、僕もそう思うんですが、それ以外に一般人の方も同じようなことをおっしゃっているわけですね。 ジェ、ねえー、イズ事務所っていうのはあ長期間にわたってまあ、その丸々をしている、えー、それをなんかね、えー、子供が見てるからどうのこうのとってわけわかんないし、まあ、そもそも、えー、全然反省してないじゃないかっていうことをこの一般人の方もおっしゃってますね、うん、反省していないし、えー、検証もしていない、でこの方も言ってるんですが被害者の補償といった部分に全く触れていない、うん、一番あ肝心なところであるこの被害者保証っといったところに具体的説明が全くされていない茶番 であるってね、だからこういったところからの茶番会見、えー、っていうようなことなんですよ、本当にふざけてるとしか思えないじゃないですか。 で、えー、これですね、あのこれこっから話す、まあ、ここまでもそうなんですが、ここから話すことはあの僕の、まあ、憶測なんでね、ね、うん、もしかしたら違うかもしれない。ただしいろいろ考えた結果、僕はこうなんじゃないかと思うっていうことをお話ししていきます。このジニーズのね、えー、茶番会見を永遠と長々と話すっていうことは何か目的があるんじゃないかとか考えられるわけですよ。今っていううのは、ねえーこのね、<laughs> ちょうど、 この。 ジニーズの会見と時期同時期にして同じねこのインボイス制度っていうものの導入がほぼ時期が重なっているわけですよ。インボイス制度の導入が10月1日、でこのねジニーズの件も2日とかじゃないですか。だかちょうどこのインボイス制度を導入して実質上のですね、まあ、消費税増税であるっていうことが国民の間で一部かもしれませんが知れ渡っているわけですよ。でそれをまあ、ね、国民間で広めようと。 まあそういったことをもしているわけですね。で、そういったことに、インボイス制度の方に目が向かないために、その目線そらしのために必要以上にこのジニーズの会見を引っ張っているんじゃないかと、えー、僕は思います。だから、どっちも大きい問題ちゃ大きい問題なんですよ。別にどちらがどうとかってこともないんですが、ただよく考えると、冷静に考えるとですね、 今の日本国民の生活にとっては、このインボイス制度、実質の消費税増税ですね、あるいはインボイス制度を導入することによって、全日本国民の電気料金が上がるということもそうですし、このインボイス制度によって、ね、免税事業者、小規模事業者が経済活動できなくなる、まあ、失業する、廃業する、そういった日本経済の混乱につながる、そういった大きな問題に目を向けさせないために、この この会見を必要以上に騒いでる、引っ張ってるのかなと思います。本当に茶番のふざけてる記者会見だと、えー、まあ僕は思いますということで、ちょっとですね、えー、少し前にお話しさせていただいた内容であのうまくお伝えできなかったことをもう一度ですね調べ直して、えー、お話しさせていただきましたので、まあ、何かしら参考になっていただける点があれば何よりですということで、えー、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。